こんにちは、お名前を教えてください。こんにちは、泣き人村からやってきました北川武幸と申します。周りの人からはターケーっていうふうに、沖縄の人はなんかちょっと名前を伸ばすようなのがあると思うんですけど、それで僕ターケーっていうふうに呼ばれているのでよろしくお願いします。はい、ではターケーさんよろしくお願いします、はい、お願いします。今日 FM に来た何かきっかけがあるみたいで、はい、聞かせてもらっていいですか。はい、今は僕泣き人村で3年目になるんですけど、はい、で前は別の仕事をしてまして、うん、で次何の仕事しようかなって考えた時に、泣き人に今コミュニティ FM ってないんですよね。あ、はいはい、でなんかそういうコミュニティ FM とか、うん、ミニラジオとか、はい、そういう小さい形でもなんか泣き人村のことを発信できるようなことができたらいいなと思ってちょっと考えてました。はい、で名護市にFM やんばるがあるんですけど、はいはいはい、そこの社長のジョバンニさんにちょっとお話を聞いた時に、うん、FM よみたんさんが大成功してるとこだよと、ありがとうございますで一度見学に来たいなと思ってました。ですみません、ついでになっちゃったんですけど、サガン鳥栖のキャンプ、はい、J リーグのサガン鳥栖のキャンプ見に行った後にちょっと、はい、あ、じゃあよみたん来たからFM よみたん寄らせてもらおうかなということで見学来てみました。もともとターケさんはラジオには興味あったということですか。ありましたね。中学時代とか勉強してるふりしながらカモン達夫の、爆裂スーパーファンタジーというFM のすごいマイナーなやつを聞いてたりとか、はい、あと、はい、赤坂康彦のミリオンナイツとかいうやつとかですね。あとは最近はナインティナインのオールナイトニッポンとか、うん、時々聞いたりしてます、はい、実際に昔からまあラジオにも興味あって、今日実際に FM 読谷に来てみての何か感想とか感じたこととかありますか。先進国って感じです。先進国良い意味で最新の設備というか、はい、いろんなものが揃ってて、うん、ちょっと驚きの、スタッフさんも多いですしね、はい、うん、ちょっと FM やんばるさんとかすごく、うん、なんか大変そうな感じだったので、はい、でもこっちはなんかすごい皆さん和気あいあいとして楽しそうで、かつなんか雰囲気が明るいですよね、はい、FM やんばるさんはもちろん明るいんですけど、はい、うん、ありがとうございます、はい、また今後、何かしらまた関われたら、はい、その時はよろしくお願いします。あ、ぜひよろしくお願いします、はい、勉強させてくださいいえいえ、こちらこそよろしくお願いします、はい、また本日はサガン鳥栖のキャンプも見に来られたということなんですけども、はい、どうでしたか、会場の雰囲気は。会場すごくなんかアットホームというか、もう選手とすぐ近くですし、うん、話もすぐ聞きましたし、フェルナンド・トーレス選手もすごい気さくに、うん、ツーショットにも応じてくれましたし、うん、すごい楽しかったですね。間近で有名な選手見れてどうでしたか。はい、そうですね、僕もともとサッカー小僧だったので、はい、すごくキュンキュンしました他の選手とかも会えたりしましたか。会えましたね。ちょっと会場の出口からバスまでの短いストロークだったんですけど、うん、みんな足止めて、はい、写真とかサインとか撮ってくれてましたね。はい、まだこの時期は県内各地で、ね、サッカーキャンプも、うん、ありますのでね、はい、ぜひ応援もしながらです、ね、実はちょっとこの後ガンバ大阪にも行ってみようかなと。あ、そうなんですね。はい、はい、ということで、まあ、読谷村も観光しながらね、楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございました。